こんにちは。2019年8月7日です。車窓&トークということでよろしくお願いいたします。この映像は摩周湖の外輪山に向かって登っているところです。緩い坂がずっと続いてます。この車に乗りましたからここ来たのは初めてなんですけども、結構きつい坂だなというふうに思いました。以前は乗用車で来たもんですからさほどその坂を感じなかったんですよ。ですがこのキャラバンちゃんになりましてから、こんなにすごい坂だったなというのがよくわかります。まあ3速でぐーっとやりましたし、でなんとか登り切りまして、駐車場に車をお返していただきまして、撮影させていただきました。なかなか霧の摩周湖ではなく綺麗な摩周湖を見ることができました。夏真っ盛りだということで、ちょっと空がですね薄曇りなんですよ。北海道の真夏の空です。綺麗な空は秋になりますと綺麗な澄み切った青空になるんですが、今の時はちょうど薄いもやがかかったような感じの空です。これが北海道の8月の空、いかにも夏ですよという感じの、天気でした。ここを下りまして、それから道の駅、摩周道の駅ですか、そこに寄りまして、駐車場の環境をちょっと伺いました。摩周湖の道の駅の近くは、すぐ近くは、有料ですよということです。それから臨時駐車場が2つあるんですが、そっちの方は無料で利用できますよということです。お金の支払いの方はちょっといまいち分からなかったんですけども、臨時駐車場に停めれば無料で停めることができるということが、分かりました。それから昨日の宿泊なんですけども、御根島に泊まらせていただきました。御根島のキャンプ場ではなくてですね、手前の方3キロぐらいのところに温泉があるんですよ。その温泉は300円で入浴ができます。350円で入浴できます。源泉かけ流しの硫黄のすごいきつい、いわゆる硫化水素がもう物に出てますよっていう感じの温泉ですね。もう入ったところから、もうその近く行ってからもう硫化水素の匂いがプンプンしてます。そこに入浴させていただきまして、それからそこをですね、上がり湯がないんですよ。なもんですから、その硫化水素の匂いのまんまで一晩過ごすことになっちゃったんですけど、いいかなということで、硫化水素をプンプンしながら車の中で寝てました。その温泉のすぐ横に駐車場があるんですよ。トイレもあります。それから水も出ます。そこで5、6台の車が車中泊されたと思うんですけども、今回そこで泊まらせていただきました。実はそこに泊まる予定はしてなかったもんですから、一切何も仕入れてこないんですよ。泊まることが分かれば近くのコンビニとか道の駅で食べるということで予定立てるんですけど、全くそこに泊まる予定がなかったんで、ちょっと編集するのにちょっとここで編集しようかなと思って泊まって、疲れたなということで、温泉もあるから入ってっかということで温泉に入ってしまったんですよ。ビールがないと思って、結構自動販売機を見たんですから、したらあったんですよ。札幌ビールの500の缶なんですけども、なんと300円で売ってるんですよ。これは安いぞということで、早速買いました。もうギンギンに冷えてましたね。それをもう車の中で美味しくごくごくといただきました。食べ物、晩ご飯はなかったんですけども、非常食持ってたんで、なんとかそれで済ますということで、いたしました。やっぱり非常食持っていかないと本当にダメですね。いつも買える弁当を買えるとどこかで食べれるぞと思ったら大間違いで、本当にこの山の中というか、そこでは本当に調達は全く不可能ですね。キャンプ場にいた方は、アショロから弁当仕入れてきたって言うんですね。アショロでレンジで温めてもらって、ここに来たらもう冷たくなってたって言うんですけど、アショロからここまで40キロぐらいあるんですけどね。そのぐらい離れたところにしかコンビニがないということですね。いいなということで、昨日泊まったところは、ドコモの携帯はなんとかつながりました。でも、テレビの電波はありません。ですので編集作業が終わってからDVD を見て音楽を聴いてといういつものパターンで、過ごしました。それから出てきまして、今日は道の駅で1本だけ、朝方アップロードすることができました。
まあ、ここ2日間ニュースはほとんど見ておりませんので、ヤフーのニュースで世間の状態はどうなってるかということを確認、しました。なかなかこういう生活もいいもんです。北海道もなかなか結構、いい季節になりまして、道の駅に泊まりますと、キャンピングカーの方がいらっしゃいまして、お話を聞いたんですよ。そうしましたら、なんと83歳だということです。もっと若いかなと思って声をかけたんですよ。あまり年の80歳過ぎた方とはあまり会話が成り立たないもんですから、ひょっとしたら若いか、まだ会話が成り立つかなと思って話をしましたら、なんか83歳で、しかも頭がしっかりしてるんですよ。ちゃんと私と会話が成り立つんですよ。ちゃんと私の話も聞いてくれるし、向こうもちゃんと話すと。なかなか演説が始まらなくてよかったんですけども、なかなか本当に大したもんです。73歳の時にこの車を作りましたということです。これが10年乗ってるっていうことです。すべて手作りということで、1ナンバーのハイルーフですね、ハイエースだと思うんですけど、中を見させてもらいましたら立派です。さすが広島から来てるらしいんですけども、その荷物というのは本当に大荷物ですね。でちょうど水がなくなったみたいで、道の駅で水の補給をされてました。水は30リッター持って歩いてると、排水は20リッター手を洗ってなんかその20リッターの排水だと、それが溜まったら下水に、捨ててますよということです。それからアンテナの方も確か20万近いBS のアンテナがあったんですけども、それをつけてたんだけど雑音が出てすぐ壊れてしまったということで、でシンプルなそのパラボラアンテナですね、シンプルなパラボラアンテナを屋根につけて、BS を見るときはそれを屋根に登って調整するということです。サイドウォーニングも自作です。サイドウォーニングのケースがいかにも鉄を曲げて作ったなという感じだったんですよ。このサイドウォーニングも自作ですかと、そうですということです。本当に全て自作ですね。シートまで、自作してるみたいですね。本当にびっくりしました。73歳の時にそれを作ったっていうんですから、とても私では全く無理ですね。その年になってから車あれだけ作るとなったらちょっと大変なことになるかもしれません。まあそれ比べればこの3泊4日のこの車中泊車は本当にシンプルですよね。コンパネのベッドがあって、マットレス、それと毛布、電気毛布、それだけですよね。あと目隠しのあれが置いてあるということで、まあだから車検の時もユーザー車検で全部下ろして中掃除して雑巾がけしてきれいにしてまた取るぞということでいきますけども、あの方みたくたくさんもう詰まってしまうと全く無理ですね。で車検どうなさってるんですかって言いましたら、まあ、1ナンバーで毎年車検なんですけども、知り合い の整備工場で、車検を通してもらってますよというお話でした。まあさすがにお元気ですね。まあ83歳になってあれだけ会話ができてしっかりしてるんだれば、まだまだ免許返納はまだまだ先の話だと思います。まあよく来ますよね、ご夫婦で来てるんですけども、まあでこれからどこ行くんですかというふうに聞きましたら、御根湯に行くんだというんですね。御根湯の温泉に浸かって、それからその奥の方にキャンプ場があるんですよ。そこ無料なんですよ。で林になってまして、ちょっとこんもりしたところに入るんですよ。なもんですからちょうど涼しいし、温泉もあるし、近くにコンビニもあるしということです。道の駅にあんまり泊まらないんですねって聞いたら、そうです、道の駅にはあんまり泊まらないで、ほとんど無料のキャンプ場ばっかり利用しているということです。ですね、さすがに、まあ、詳しいですね。今回で、北海道旅行は最後にしようかなというふうに決めてると。もう家族のものが心配して、毎日、連絡しないとダメなみたいですね。なもんですから、あんまり心配かけるんで、今回の旅行が、北海道、これが最後でないかなというふうに、おっしゃってました。まあ、あの年になってもまだ行けるっていうことは、私の場合はまだ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 、まだまだ、こう、車で、走れるなというふうに思ってます。北海道も3シーズン目ぐるぐる走らせていただきましたけども、なかなか北海道も飽きませんね。まあほとんどまあ隅から隅までっていうわけではないんですけど、大体もうどこにあるか、道の方もあこんな感じ通ったことあるなっていうのはもう記憶にありますね。なんですけども結構北海道は広いです。まだまだまた何シーズンか北海道で楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます。
本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。